こんにちは。新大リーメンバー就活生の高橋鈴香です。本日も模擬面接の企画になるんですけど、本日はですね、なんともうすでに5社内定を持っていて、で外資人材企業、大手人材 IT、ベンチャー2社、計5社に内定いただいているゆうとくんに来ていただきました。ゆうとくん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。軽く自己紹介をお願いいたします。はい、高崎経済大学地域政策学部、地域政策学園、現在学部3年生の須藤ゆうとと申します。現在は人材業界と IT 業界を中心に就職活動を見ていて、現在は就職活動を終わっている段階です。内定先としてはでしたりでしたりといったところと、あとは IT ベンチャー系企業のとかで内定をもらいました。すごい。すごいですか？すごいですよ。もうね、世界的なトップ企業の一つですよ。外資系トップ企業に内定されてすごいですね。ということで、本日も面接官は土井さんに担当していただきます。土井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私は2012年に慶応を卒業して、その後 P&G とルイ・ヴィトングループでマーケティングを担当してから、現在は就活生の支援をしています。では早速面接の方を始めていきたいなと思います。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは自己紹介からお願いできますか？はい、改めまして高崎経済大学地域政策学部、地域政策学科、現在学部3年生の須藤優斗と申します。私自身小学生の頃から、現在は社会人のチームではあるんですけども、10年間以上バスケットボールをやってきていまして、身長がこう見えて185センチありまして、すごくびっくりされるんですけども、そんな人間なのかなといったところと、学生生活では学部の名前の通りに地域活動に対する勉強をしていまして、あと学部の勉強だけではなくて、学外の地域 NPO の活動でしたり、学外の地域活動も行ってきました。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ぜひですね、それに絡めて自己 PR をそのまま伺ってみたいです。はい、私の強みは、どんな高い壁があったりとか困難な状況でも一定やり抜く力があると思っています。これは私の人生最大の挫折経験から得た学びではあるんですけども、先生の自己紹介にもあった通り、バスケットボールをずっとやってきていて、高校時代も2、30人いる結構多めの部活でレギュラーとしても活動していたんですけども、一度高校2年時の冬前に腰の骨を折ってしまう、脊椎剥離といっても腰の骨が剥がれてしまう怪我を負ってしまって、で医者からは、もう諦めた方がいいよ、普通に引退した方がいいよと言われたことがあったんですけども、それは私は絶対に諦めたくないと考えて、腰の骨が剥がれてくっつかないんでしたら、じゃあ、もう徹底的に筋トレを続ければいいんじゃないのか、体幹をつければなんとか復帰できるようになるのではないのかといったところで、約半年間壮絶なリハビリを得て、最終的に最後の大会の前には復帰することができて、自分としてもチームとしても納得できる成果を得られたことが一番の強みだったのかなとは思っております。以上です。はい、ありがとうございます。さらにですね、長所と短所も伺ってみたいので、よければそのまま長所短所を教えていただけますでしょうか？はい、私の長所は、面白いと思ったことはすぐ飛びつく、自分に足りないと思ったことに対してそこを補える能力があるのかなと思っております。今現在行っている活動で挙げさせていただくと、実際に今その地域 NPO の活動でしたり、社会人のバスケットボールでしたり、あと家族に向けたコーチングとファシリテーションの授業をしていたり、あと学生団体で、大学の学生団体で生徒会のような活動をしていたりと、多くの活動に対して面白そうと思ったことはすぐと飛びついて、最後までやり抜く力があるのかなと思っております。で短所は長所の少し反対になってしまうんですけども、飛びつくがあまりに、自分のキャパを分からずにすぐキャパオーバーになってしまうところが、そこはあまり考えられていないのが短所なのかなと思っております。そこに対しては、全部やりたいことをやるっていうのは自分のスタンスではあるんですけども、現在としてはじゃあ今ってこれぐらいどれぐらいの濃度でこれ仕上げなきゃいけないのかなとか、自分って今どこを優先したいのかなっていうのをしっかり整理しながら、じゃあ今ここを全力でやろう、ここも並行してやろうみたいなところで今トレーニングを積んでいる最中ではあります。以上が長所と短所です。はい、ありがとうございます。長所に絡めてちょっとお伺いしてみたいんですけれども、これだけ多彩な活動をされていらっしゃるというところで、どういったモチベーションでそんなにいっぱいやってみたいっていう気持ちが起きるんですか？ありがとうございます。自己 PR で挙げさせていただいたその挫折経験とも同じモチベーションにはなるんですけども、やらないで後悔したくない、自分が努力しないで後悔したくないというのが一番のモチベーションなのかなとは思っております。あとで、あ、これやっとけばよかったなという後悔は多分一番嫌な人間なので、そこは今後の働く活動においても実際にもっともっと大事にしていきたいなと思っております。
ありがとうございます。現在そのキャパオーバーになりがちなところに対しては何か対策は取られてるんですか？ありがとうございます。とすごく古典的な対策になってしまうんですけども、まず1週間に一度紙に書いてみるといったところで、自分の課題でしたりどこがキャパオーバーになってるのかなといったところを可視化して、そこに対してのじゃあこここうしようってしっかり考える時間を毎週1時間以上は絶対に取るようにしていて、しっかりと振り返る時間を取ることで自分を見つめ直すといったところができているのかなと思っております。ありがとうございます。先ほどから挫折経験の話あるんですけれども、はい、腰の骨を折ったところからどんな学びを得たかみたいなのがあれば伺いたいです。はい、一番の学びとしましては、自分の行動とか思い次第で目の前の物事って変えられるんだなと同時に、そこに自分って満足感を得られるのかなといったところが学びになります。実際に医者に、もう客観的に見て諦めた方がいい怪我ではあったので、そこで諦めてしまう、実際に部活動をやめてしまうといったところも選択肢としてはあったんですけども、その上で自分がどうしたいかとか自分が何をしたいかっていうのを大事にしてそこに進んでいくといったところが特に大事なのかなといったところと、仮にリハビリが成功しなくても自分が取れた行動次第ですごくそこは自分のリハビリしてよかったなとは思うところでは、長所とのモチベーションともつながるんですけども、そこは特に自分にとって大事なところなのかなといったところはありますね。ありがとうございます。次にですね、 IT 業界その中で志望された理由っていうのがあれば教えていただけますか？ありがとうございます。と IT 業界を志望した理由といたしましては、実際に世の中の働くを変えていきたい、仕事に対する価値観をもっともっと変えていきたいといったところが志望する理由になります。ですいません、少しだけなくなってしまうんですけども大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。なぜ働くを変えていきたいかというと、実際に私自身が学生生活で主に取り組んできた地域活動でしたり、そういった地域に飛び込んでいくところで人が少ないからこそ生き生き働いている人の差がすごくはっきり見えていくし、これってすごく地域問題の核みたいなものだなと思ったのと同時に、ここをもっともっと良くしていきたいと思ったんですね。で、市場活動においてはその働くに直接関わる人材業界を見ていたんですけども、より働くに対して変えていく、根本から変えていくとなると IT というシステムを用いてその環境ごと変えていくことがより正解に近いのではないのかなと思いました。で、もともとあるものを変えるっていうのはすごく高い壁だとは思うんですけども、私自身の絶対に諦めないやり抜く力でしたり、そういったところが特に難易度も高いんですけどもモチベーションを感じるところではあるので、実際に IT の職種としては営業職といったお客様の課題を解決するといったところ、もともと成果を出していくといったところを志望しております。ありがとうございます。さらにですね、将来どういった働き方をしていきたいのか、キャリアプランみたいなものはありますか？はい、ありがとうございます。とまだ明確なキャリアプラン等はないんですけども、まずの新卒としてはその自分のお客様の課題解決をしたいでしたり、もともとやり抜く力をもっともっと磨いていきたいみたいなところで、実際に精力職、営業職みたいなところで 2,3 年を働いていきたいと思っております。でそこで成果を出していって、2,3 年以内にマネジメントをできるポジション、リーダー的ポジションに立っていながら、3、4年後、5年後には事業のリーダーに近いポジションになっていって、どんどん働くを変えていくようなところになっていきたいなとは思っております。はい、では今日お伺いしたいことは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。まず今の面接の感想どんな感じでしたか？ちょっと緊張しすぎたのかなといった反省はあって、はい、若干早口になってしまったりとか、ここ聞き取りにくかったのでないのかなといったところがあったのがちょっと反省だったのかなと思います。じゃあそこら辺を踏まえて、戸井さんの方に早速結果発表の方お願いしたいと思います。お願いいたします。はい、須藤さんは合格です。おー、ほとんど言うところのない完璧な面接だったと思います。いい面接ってフィードバックができないぐらいいいものなんですけれども、はい、もう就活生はこれを暗記して喋ればいいんじゃないって思うぐらい非常に素晴らしい面接だったと思います。すごい。では早速フィードバックの方をお願いいたします。はい、素晴らしかったポイントいくつかありますのでピックアップしてお伝えしておくと、まずですね、あらかじめ抱きそうな質問を埋めてくれるような喋り方が素晴らしかったと思います。例えばですけれども、自己紹介、自己 PR の段階でこれが挫折経験なんですがと絡めて話していただけたことで、なるほどこの方のが挫折経験今後聞こうと思ってたけどこういう話が出てくるんだなと、あらかじめむしろ気持ちとしては埋めてもらえるのでエピソードが被ってもありがたい
というところがありました。エピソードが被っちゃっても大丈夫ですかという就活生の質問を例年いただいていて、なるべく被らないようにした方がいいよねという話はあるんですけれども、もし面接の流れの中でこの後どうせ挫折経験聞かれるんだろうなと分かっているのであれば、これは挫折経験とも絡むのですがといった形で多少類似したエピソードを話していただくのは OK です。なので、今回のお話のされ方は非常にスムーズで分かりやすかったと思います。続いてですね、素晴らしかったポイント2つ目なんですけれども、須藤さん、勝ち抜いたポイントって何だったと思います？どうやって会社のことを調べてらっしゃったんですか？これはそのままコピーさせていただいてもいいかなと思います。